吉田正尚さん、またもや注目されない。どうすりゃいいんだよこれ、世間もインタビューも、大谷村上ばっかじゃねえか。さすがにひどない ?MVP あるで。Y 的に、ヒロインは吉田やわ。当たり前に、活躍しすぎてるんや。淡々と打つタイプよな。そういう星の元に生まれたんやな、そもそもオリックスに入団する時点で。ヘルメット捨てながら、走るくらいしないと。最終回も、吉田打席は、完全カットするだろう。吉田のスリーランも、どうせカットされる。謎の力が働いとる。地味に活躍してるのにな。派手に活躍してる。6点目を塞いで、4安打打って、起死回生のスリーラン打ったのに、注目されないってマジなんですか?活躍してるんだが、ツイッターでもどの試合も、大谷と村上ばっかやしな。ヤンキーが構成した時と同じだよな。常に周りに施しを与えてる人は無視され、たまに施しを与える人が、異常なほど感謝される。おかしいよこの国。ヤンキー村上。2017バレンティンを抜いて、大会最多打点記録更新の模様。